それでは、12月30日に行われた日本代表対流通経済大学の、トレーニングマッチ、自分がその試合を見て感じたことを、レポートという形で皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。割とそうですね、積極的にその3つゾーン区切ったとしたら、一番こう日本陣内まで出てきてボールをこう奪いに来る形が多かったんで、まあ、1本目2本目通じて自分が少し感じたことは、まあ、意外に、まあ、相手が前2枚なんで、まあ、2センターバックともちろんキーパーも入るんですけども、まあ、キーパーを使った、後方からこう前進していく、まあ、ゾーンが3つあったとしたら1つ目から2つ目もしくはハーフウェイラインを越えていくっていうところので、その中で少し気になったのは、まあ、どうしてもやっぱりこうセンターバックからセンターバック、もちろん相手は2トップなんで少しこうはめに来る中盤の選手が、最終ラインに入っていくっていうところも、1本目は最終ラインの間までこう降りましたけど、2本目の場合は、森田はそこまでは降りずに相手の2トップの、間、それからもう少し前ですね、でボールを引き出すっていう、そういう働きが、基本的には多かったですね。